では白鵬仏はどこから来たのだろう。マンクー少年の生い立ちに何か手がかりはないだろうか。縁起によれば柏の里のウコンという長者狩りに出てトラという娘に出会い夫婦となり娘が生まれた。ある日どこから来たとも知れぬ福満という若者が娘をくれという。両親は悲しみ娘を近くの池の島に閉じ込めてしまった。福満は池に向かって祈った。すると一匹の亀が現れ二人を一緒にしてくれて、そして生まれたのが後の満空商人というわけだが、父の福満がどこから来たかが謎だね。当時武蔵野の雑木林の中に豊かに湧き出す泉に沿って弥生時代から稲作が行われ、長者といわれる家も生まれていた。どこから来たとも知れぬ福満が長者の娘と一緒になれたとすれば、福満はよほど進んだ文化を持っていたのではないだろうか。では福満はどこから来たのだろうか。昔多摩川から深大寺にかけてこの辺りを狛江郷と言ったんだ。当時の文化を物語る塚、つまり古墳が保存されている。そしてその古墳を調べてみると朝鮮半島の国のものとよく似ているんだ。白鵬時代には朝鮮半島の駒の国の人々が多摩川に沿って住み着いたんだね。この狛江という地名も朝鮮半島の駒から来た、つまり帰化人たちがつけたものなんだ。とすると満空商人の父福満も駒の国から来た帰化人かもしれないぞ。ここは深大寺の近くにある祇園寺、右近の長者の一族の自宅寺だったと言われている。とすれば福満の家の寺でもあるわけだね。この寺に昔からあるこの石像、日本のものとは違う感じがしないかい。そう、朝鮮半島の風俗と思えるね。とすればやはり福満は帰化人ではないだろうか。